おはようございます。今日の礼拝を始めます。前奏お願いします。詩篇138編の1から3です。心を尽くして私はあなたに感謝を捧げます。御使いたちの前であなたを褒め歌います。私はあなたの聖なる宮に向かってひれ伏し、恵みと誠のゆえに皆に感謝します。あなたがご自分のすべての皆のゆえにあなたの御言葉を高く上げられたからです。私が読んだその日に、あなたは私に答え、私の魂に力を与えて強くされました。プレイズを、我が主、プレイズをいたしましょう。お座りください。聖歌の338番、いともよきものを。いともよきもの、君に捧げよう。に続き
それではお立ちくださいまして主の祈りを唱えましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯した者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。おかけください。それでは聖書の箇所をお読みします。聖書の箇所はコリントへの手紙第一の1章の20から25ですね。知恵ある者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の論客はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？神の知恵によりこの世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのです。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことですが、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者たちにとっては神の力、神の知恵であるキリストです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。祈祷いたします。愛する天の神様、今日もこのようにして私たちを遠くから近くから与えてくださり、この宮において礼拝が持てることを本当に幸いと私は心から感謝しております。神様、この1週間もあなたによって守られ、無事に、それぞれの人が、今日に至ることができました。神様、病のとこにある人や、またいろいろな都合で来られない方もございますけれども、その一人一人のうちにあなたが私たちと同じように導き祝福を与えてくださるように心からお願いいたします。神様、これからのひととき、先生をどうか祝して用いてください。そして私たち聞く者の心を整えてください。あなたが中心になって、御霊がすべてを、この宮を満たし、ひとときをあなたが導いてください。
心から感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。では先生に、救い上げる力と題してお話しいただきます。皆さんおはようございます。おはようございます。今週はですね、火曜日朝の10時から午後の1時まで修養会のミーティングがありました。これはズームですので今は楽ですね。大抵は遠くまで4-5混むところを行くんですけれども、今はズームでミーティングなんですね。私は今授業を取っておりまして、その日の2時間目が朝の3時から5時までという授業でした。ですから普通は5時に起きてカリンのお弁当を作るんですけれども、寝ないままですね、用事を済まして、それから8時からベッドに入りまして、1時間ちょっと休みまして、で修行会のミーティングに臨みました。そうですね、私がなんで、そうやって勉強するかというと、この教会が本当に良くなるためですね。私がぼやっとしてたらどうなります？これはただの仲良しクラブになってしまいますね。ですからですね、今私は本気に学んでおります。そして学んだことを、皆さんと分かち合いたいんですね。今は本当にですね、教会も危機の状態にあります。ですからどんな時でもですね、今私たちの代議員である恵子姉妹が今ちょっと来れませんね。そういった時に私たちが本当に強く立ち上がっていかないとですね、柱って普通4本必要なんですけれども、ここは4本ありますか？柱4本ないと立っていけないんですよ。皆さん1人かけたらみんなこけたっていうのはね、ちょっと悲しいですので、皆さんも立ち上がってください。私も老体に鞭打ってというか、本当にね立ち上がっていきたいと思ってますのでね、よろしくお願いいたします。それでは一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの皆をあがめます。今日こうしてあなたが一人一人をここに呼んでくださり、こうしてあなたの御前に集える恵みを感謝いたします。私たち日常生活の中でさまざまなことで、気持ちが心が乱れます。今あなたの前に静まって、今週あったさまざまなことをあなたの元に下ろします。あなたがそれを引き受けてください。そしてあなたの平安の中で今安息を得る時を過ごせますようにお願いいたします。私たちさまざまな苦しみ、痛み、悲しみのある時にあなたに救い上げていただいたものです。今現在そういった暗闇の中にある方々をどうぞあなたが救い上げてください。私たちをそういった方々のところに使わせてくださいますようにお願いいたします。これからの礼拝のひとときをあなたに委ねます。どうぞあなたがこの礼拝の中心にいてください。聖霊の力を注いでくださいまして、あなたの臨在の中で礼拝できますようにお導きください。語るものを清め強めてください。この祈りを尊きイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今週はですね、今週はというか今日はですね、この御言葉が与えられました。コリント人への手紙1章20-25節なんですね。ここは皆さんどんなことが書いてありますか？これは
十字架の救いのことが書いてあります。本当に私たちに励ましを与えてくれる箇所です。なぜなら神の救いを語っているからなんですね。この神の救いの御言葉っていうのは私たちの心を本当に、そうですね、安らぎをもたらしてくれるものです。心打たれるものがここにあります。20節から今日は行きますけれども、知恵ある者はどこにいるのですか、学者はどこにいるのですか、この世の論客はどこにいるのですか。神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか。この箇所には神の力、神の知恵、そして愚かさと、この言葉が強調されていますね。これは人間の知恵、力と神の知恵、力、それを対比して語っています。ですからこのように、愚かさが出てくるんでしょう。人間の技と知恵のこの愚かさですね。私たちは神の技、神の知恵、神の力を知っているものですから、人間のこの技、力がどれほど小さなものであるかが分かります。ここで対比されています。自分の知恵では神を知ることはできませんとここで言っています。私たちが望むのは神からの力が与えられることなんです。それによって私たちは生きていく望み、そして希望が与えられますね。ここでは神の救いが人間の力に比べられています。18節で、十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても救われる私たちには神の力ですってあります。この真ん中を覗いて言いますと、十字架の言葉は私たちには神の力です。本当にそうですね。その神の力が人の救いになるとここで言っています。この世にはそうですね、たくさんの幸せがあります。人間を幸せにする知恵というのもたくさんあるでしょう。しかしこの十字架の力に比べればですね、ごくごく小さなものであると私たちは分かります。それは十字架の力に比べれば物の数ではありません。ここで学者って言ったのは立法学者のことでしょうか。そして、この世の論客っていうのは皆さん分かりますね。物を書く人であったり評論家であったりするわけなんですね。この時代にあってさまざまなことが書かれ、そして評論されています。今日は私は北村さんのこの沖縄50周年、沖縄、返還50周年ですね、そのことが書かれているのを、皆さんに読んでいただきたくて渡しました。北村さんは今92歳です。ですから今は喘息もありまして礼拝には出ておられません。トーレンスにお住まいですね。それでも自宅でですね、コツコツとこういった新聞、日本の新聞などにね、記事を書いてくれるように頼まれると喜んでそういったことをなさって、おられます。北村さんのお父様は牧師なんですね。ですから北村さんの名前はサムエル北村さんなんですね。私も本当に神を知らなければこの方に出会うことはなかったんです。神様は本当不思議な方ですね。必要な方を与えてくださるんです。私はこの方とは聖公会の礼拝で知り合いました。
聖公会、ウッドランドヒューズに大きな聖公会があります。そこで知り合ったんです。奥様はパイプオルガン奏者でした。ですから帰国した時にですね、パイプオルガンのある教会で礼拝を捧げたいということで、そこに初めていらしたんですね、聖公会の。で、私はその当時いろんな教会を見て回りたいと思っていて、聖公会の礼拝にも出させてもらっていました。その時ですね、帰りにはパーキングを、私はカリンは3歳ぐらいだったでしょうか、手を引いて歩いていました。その時にですね、パーキングに日本語を話す方がベンチに座っておられたんです。で、一旦帰りかけたんですけれども、日本語を話す方だからやはり声をかけなきゃと思ってかけました。それから知り合ったんですね。それから大きな力となってくださいました。教会のピアノを弾いていただく方となってくださったんですね。本当に助かりました。ですからですね、神は本当にいろんな方をいろんな場所で会わせてくださいます。私たちはそのチャンスを逃すことなくですね、掴んでいきたいと思ってますね。まあそんなわけで、まあこの世にはたくさんの幸せがありますけれども、それは十字架の力には及ばないっていうことなんです。いくら論じてもその力においては本当に小さなものですね。論じることによって人を救うことはできません。ローマ書1章の21節にこんな御言葉があります。彼らは神を知っていながら神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです、とあります。人は皆神を求め神について語ってきたのに、どうしてこんな暗くなってしまうのでしょう。それは神を生活の中心に置いていないからなんですね。まあ人間には罪があります。この罪が神との間に入ってくると、それが隔たりとなって神の前に出れなくなります。神の前に出ても神との交わりはできません。ですからですね、御言葉のように神を知っていながら神を神として崇まず感謝もせず、かえってその思いが虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです、とこのようになってしまうんです。やはり私たちは常に悔い改めて、心を神様に探っていただいて、罪を許していただいて、常に神に、向かっていけるようにしていかないといけないですね。神を知るっていうのは、やはりその辺のものを知るっていうこととは違います。本当に自分を律して、接して、そうですね、清めていかないと、その間に隔たりができてしまいます。私はですね、本当に神を生活の、自分のこの生活の中心に置いておられる方と会います。本当にですね、励まされます。私自身が励まされますね。本当にその方はこういうふうにおっしゃいます。私はどんなひどい境遇にあっても感謝という言葉を持ってきます。感謝、これが出たら他の一切のネガティブな思いは消え去ります。そして神の力によって生かされてるか大丈夫なんだって、この確信を持つんです。そうするとそのひどい状況から
回復されていくんですというふうにおっしゃっています。本当にそうだなと思いますね。どんなひどい状況にあっても私たちは感謝を持ってこないといけないですね。感謝によってそのひどい、状況も神がそれを与えてくださっているその試練だと思ってですね、そこを乗り越えていくんだっていうふうに捉えていくと苦しみも本当に感謝と変わっていきますね。そして宣教の愚かさっていうことが書いてありますね。まあ、この宣教の愚かさっていうこのまあ、真っ直ぐに取るとわけがわからなくなるんですけれども、現代訳に、まあ、このことを読みますとですね、わかりやすくなります。いろんな聖書を比べていきますとわからないところがクリアにされていきますので、皆さんも比較できるようになるだけいろんな聖書をですね手元に置かれたらいいと思いますね。人間の知恵をもっては神を知ることはできなかったんです。ですから神は宣教ということを用いられました。宣教っていうのは何ですか？皆さん、教えを宣言することです。つまり福音をですね、福音の説教で神は救いを与えようとされたんですから、私たちはそれを宣言していけばいいんです。その福音の内容っていうのは皆さんご存知ですね。イエスという人が神の子としてこの世に来られ、罪人のために十字架に作られた、そして復活された、これが福音です。神がなさったことの報告をすればいいんです。その事実の宣言であります。宣教というのはそういうことですね。そしてここにユダヤ人、ギリシア人、まあ、コリントには様々な殉死の方々が集っていました。そして、まあ、このユダヤ人とギリシア人という民族が代表的なんですね。ユダヤ人は奇跡を要求しました。そしてギリシャ人は何ですか？ギリシャ哲学っていうものがある通り哲学を追求するんですね。ユダヤ人は神から選ばれた誇りある民族であり、神の恵みを受けていましたけれども、神がなさることを信じることができなかったんです。一方ギリシャ人は理性的に物事を考えることが彼らの生きがいでした。そんな彼らにとっては言うまでもなく、一人の人間が神の子としてこの世に下ってこられ十字架にかかるということはですね、神を汚すということであると考えたわけです。そしてギリシャ人にとってはそのことは愚かな話であったわけですね。一人の人が私の罪のために死ぬっていうのは理性的に考えるとその理屈に合わなかったわけなんです。まあ私たちも同じですね。理性的に物事を考えておられる方、追求しておられる方にとってはですね、この聖書の大切なイエス様のことが理屈に合わないことかもしれませんね。それで信じられないのかもしれません。しかし私たちはこのイエス様を知ってます。十字架にかけられたイエス様に出会ったものなんです。だから宣言し続けていけるわけですし、それが私たちの喜びとなります。ここに、神の救いがあることを知っているからです。これこそが神に召されたものとしての神の力、神の知恵なんです。イエス・キリストそのものです。私たちも長いことためらって
決断ができないものでした。それなのにどうして信じることができたでしょうか。神はいろんなことを通して神に私たちを呼び寄せてくださったからです。神のところに招いてくださいました。そして神の御業を見せてくださったんです。25節に神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからですとあります。私たちは今も生きておられる神がおられるからこそ、弱くても神の守りの中で神の力をいただいて生きていけます。この間水曜日の祈祷会で、先生、聖書は誰が書いたんですかという質問がありました。皆さんはどう答えられますか。著作者は神です。神は今も生きておられます。ですから聖書を書いた方は今も生きておられるわけなんですね。まあそういったことで、聖書の学びっていうのは本当に大切なことですね。もういろんな質問がありますね。ダビデってどんな方ですかって聞かれました、姉妹がね。聖書通読の、今週の中に列王記第1が入ってましたね。その3章4章あたりでしょうか、ダビデの晩年が出てきます。ダビデが自分の子供たちの中からソロモンを選んで後継者にしてこの世を去っていく、まあ、亡くなるということが書いてありますね。その辺のことをですね、よく、読まれてくださいね。ダビデがどんな方であったか読んでください。私は答えることがいい加減かもしれません。だから聖書に確かなことが書いてありますからですね、この聖書通読ぜひ続けられてください。今日のこの詩篇の詩篇138編もその通読の箇所から取ってあります。そういうことですね。私は先ほどですね、今週は授業があって5時まで勉強しましたってことを言いました。この先生がですね、本当に本当に素晴らしい方なんですね。ですから全然眠くならずに5時まで行けるわけなんです。もっともっと聞いていたいって思います。なぜならこの方はですね、まあ今から話させていただきますけれどもですね、今は兵庫大学で臨床心理学の教授をされています。先生ご自身も臨床心理学を、学ばれた方なんです。先生は父親がアルコール依存症でした。ですからもうみんなお酒の方にお金を持ってってしまうので、給食代を払うお金がなくて先生は本当に困ったそうです。そんな貧しい家庭で育ったんです。そして中学2年の時には病気で、出席日数が足らなくて、落第となって上の学年に進めなくなります。みんな一緒に学んだ人たちは上に進んでいく、でも自分は下の人たちと学ばなきゃいけない、そして工業高校まで、行きます。大学に進みたかったけれども進めないわけですね。まあそれでですね、一生懸命働いて人よりですね5年遅れて大学入学をされます。まあ、中学の時1年落第しましたからね、5年遅れたわけなんですね。でも大学に入って臨床心理学を学ばれます。大学は
アメリカのジョージア州アトランタの大学でした。そこで臨床心理学ですから、どういうことをするかっていうとですね、病院の患者さんのところに行ってですね、その方を励ます、支えるような言葉をかける。最初はですね、これが難しかったそうです。とっても難しかったそうです。どうして難しいでしょう。患者さんは病気を持って自分を持て余しているわけです。そういった方に声をかけていくわけですね。そして自分が声をかけたい、その言葉、患者さんがどういうふうに答えられたかを全部後で筆記して、それをスーパーバイザーに見せます。スーパーバイザーはそれを見て、もう人格がズタズタになるほどのコメントが来るそうです。本当にですね、患者さんを慰め励まさなきゃいけないと思うけれども失敗するんです。聞けない、何もできないから、その患者さんのそばにいられない。最初はそう思った、そういうふうになったんですね。ほとんどの場合、無力感を持って部屋を出たそうです。この臨床心理学は、その言葉の裏にあるものを聞き取らなきゃいけないんです。その人の様子、態度、その人の表情、実際の言葉っていうのはその人の思いとは違うかもしれない。ですから、その言葉の背後にあるものを聞かなきゃいけないわけなんですね。私たちも同じです。私たちも病床にある方を見舞います。その方をどう励ますか、どう支える言葉を発することができるのか。私たちもですね、やはり無力感になることがあるんではないでしょうか。まあ、イエス様の香りを運ぶものとして私たちはそこに出ていきますから、ただそのそばにいればいいのかもしれませんけれども、やはり言葉で、温かい言葉をかけたい、そういった場合にですね、どういった言葉をかけたらいいのか、私たちもその患者さんにどう向き合って支えていくのかが課題となります。そして先生はですね、研修をしている時にある母親に出会います。この母親はですね、転換持ちの子供の母親なんです。そしてその母親がこのように言います。転換持ちってどんな人でしょうか。頑固で融通が効かないんです。人の言うことを聞かないんです。なぜ私たちはこの子を持たなくてはならなかったんですかって、この子がいるから普通の家族のように旅行もできない、何もできないんですと、その母親は先生に問いかけたんです。叫んだんです。でも先生はその問いにうまく答えられませんでした。それで大学を終えてからですね、その答えを見つけるためにですね、進学部、進学校に入学するんです。神との関係の中でその答えを見つけていくんです。このアトランタにはどういう教会があるかって言いますとですね、マーチン・ルーサー・キングのレバニーザ・バプテスト教会があるんです。先生はここに通われたんです。
大きな教会です。黒人の人たちが集まっている教会です。ですからクワイアが、一つのクワイアが賛美すると、また今度は違ったクワイアが他の場所で賛美します。交互に歌っていきます。それを見ながら先生は理解しました。この黒人の人たちにも転換持ちを持つ母親と同じ叫びがあったんです。なぜ私たちは黒人に生まれなければならなかったんですか。なぜそれゆえに迫害され差別されるんですかっていう叫びがこの中にあったんです。同じ叫びがそこにありました。不平等、そして不条理の中で人間は生きています。生きていかなければならないんです。神の十字架はそういう人たちを救い上げるものなんです。そこでの説教は10分くらいです。もう端的に十字架の福音を語っていたそうです。賛美を力いっぱい歌うことによって、みんなが一つになって神を賛美することによって、その人たちは神からの癒しを受けていたんです。以前私たちは賛美歌第2編167番のこの賛美歌を歌っているこの映画を見ましたね。その時涙しながら賛美している人、ピアニストは歌えなくて、本当に鍵盤にうつ伏せになって弾かずに行けなかった、そういった場面を私たちは見たことを覚えています。本当にその黒人に生まれることの苦しみ、どれぐらいのものかと本当に、想像を絶するものがあります。まあ、この先生はですね、サンフランシスコのある教会で牧会もされました。まあ、卒業してからですね。それで先生はですね、そこで役員会を持つんですけれども、その役員会の中で嫉妬がある、反対しなくてもいい時に反対する、もう本当に人の足を引っ張るんですね。そういうことがどういうふうにして起こるかっていうと、自己需要ができていないんです。自己需要っていうのは自分を受け入れることができない、そういう自分があるから人に嫉妬したり妬みを抱いたり、ですから人の足を引っ張るわけなんですね。これが役員さんであるとは、その教会どうなりますか。これではいけないわけなんですね。ですから先生は役員会のたびに役員を前にして説教をされたんです。どういった説教でしょうか。十字架の説教なんです。役員会で毎回十字架の説教をされたんです。教会ってどういうとこですか。自己開示できるとこですね。自分のありのままを出せるとこなんですね。構えたり自分を飾ったり意固地になったり、そういったところではないんです。でもその人を足の人に嫉妬したりですね、そういう人の足を引っ張ったりする人がいたら、これは自己開示できなくなるんですね。教会が教会でなくなってきます。
世の中の集まりと同じくなってしまうんですね。ですから役員がこうであってはならないと先生は毎回説教されたんです。いい先生だと思いますね。本当にもう本当に素晴らしい先生だと思うんです。こうならないと教会は教会としての働きができなくなってくるんですね。私たちも本当にそこを気をつけないといけないんです。自己開示できる、ありのままでいける、そこ行ったら解放される、そこ行ったら自分が自分でいられる、自分に自信を持つことができる、自分に誇りを持つことができる、そういう場でなくてはならないと思います。ですね、ですから先生は十字架の説教を何十回もされたそうですね。人は救われただけでは成長できません。私たちの信仰だと競争したりつまらない争いをしたりが教会の中に出てきます。ですから学ぶということが本当に大切です。人を見て学ぶ、自分のモデルを探してですね、そのモデルに倣って学ぶ、まあ、私たちはイエス様が大切なモデルとなりますから、それが一番なんですけれども、自分の身近に実際ある方をモデルにして学ぶ、知識ではないんですけれども、やはりそれが大切なんですね。救われただけでは成長できないんです。ですから本当に自分を成長させようと思っていないと、そのことに気づかないかもしれません。私たちは大きなビジョンを持たないといけません。教会のビジョンも大切です。自分にとってのビジョンも大切です。自分のビジョンをクリアにしていく、今年はこのビジョンを大切にしよう、達成していこう、こういうことが自分を律する、そうですね、ことにもなります。神のご計画とは何かを考える、神がこの教会に対して持たれておられるご計画を考える、自分に持たれているご計画も考える、本当にそれが自分を成長させてくれるものです。人間は最後は神様によって、神の力によって救い上げてもらわなければいけないんです。私たちがダメでどうしようもないとき、神は私たちの存在を下から救い上げてくださいます。キリストはいつも私たちを救い上げてくださいます。お前は自分の人生をどう生きるのかと問いかけておられます。神様は私たちにいつも問いかけておられます。私たちは神から預かったこの人生をどう生きるのか考えていかなければなりません。絶対神は裏切らない方です。それが神様です。キリスト教は契約の宗教です。神の契約、神の約束。神様は私たちを守ってくださる。どんな時にも暗闇から守ってくださる。その契約があります。ですから私たちはそれに立って生きていくことができます。今日は祈り、原崎桃子姉妹、これは43歳で胃がんで亡くなった牧師夫人ですけれども、この方の詩を皆さんに紹介したいと思います。ちょっと字が小さいかもしれませんね、すいませんね、今朝
大至急入れてもらったので字が小さいかもしれません。聞いててください。我が涙よ我が歌となれ、主よ私を掴んで離さないでください。もし私が主にすがるだけならば、私の手の衰える日に私はどうしたらいいでしょうか。主よ私を見守り続けてください。もし私が主を仰ぐだけならば、私の気力の尽き果てる日に私はどうしたらよいでしょうか。主よこの肉体からにじみ出る私の祈りをお聞きください。もし私の口の言葉だけが祈りならば、やがて私の意識の薄れる日に私はどうすればどうしたらよいでしょうか。主よ私の委ねまつる私の一切を御手にとって受け入れてください。豊かな一日であった。本当に今日は豊かな一日であった。みんなそしてあなたありがとう。それでは一言お祈りさせていただきます。天の父なる神様、今日の御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。本当にあなたは救い上げてくださる方です。今悲惨な状況にあります。どうぞその悲惨な状況から救い上げてください。それは本当に神の力、神の知恵に頼らざるを得ません。私たちは祈ります。そういった悲惨な状況になるなっている方々にあなたの御手が伸ばされ、あなたの救いが成就することを祈ります。これから私たちは世の中に出ていきます。どうぞ神の力であるあなたの御言葉を持って出ていくことができますようにお願いいたします。この祈りを尊きイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。賛美歌の第2編、我をも救いしよ、賛美いたします。
それでは献金に移ります。アッシャーの方お願いします。天の神様、皆をあがめます。神様、今世界中でいろいろな争い事が起きてます。どうぞ神様、あなたが作られた平和で穏やかな日々が起こられるように導いてあげてください。イエス様にここに献金をいたします。これを清めて神様の御用のためにお使いください。また今日来られない方、また病で伏せっている方の上にもどうぞ神様の祝福がありますよう、イエス様の御名よりお祈りいたします。アーメン。それでは皆さんお立ちくださいまして、聖詠を賛美して先生に祝祷していただきます。それでは祝祷いたします。今御前におられるお一人お一人の上に、そしてあなたを求めておられる大勢の方々の上に、イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが今から常しえまでもお一人お一人の上にありますようにお願いいたします。アーメン。